郡山です。ふーみんです。若手 TV です。今回東京大学駒場キャンパスやってきました、はい、ここでやる企画、リアル東大王を探せ。人気テレビ番組東大王あったじゃないですか、はいはいはい、でめちゃめちゃ頭脳の優れた人たちが、ねはい、集まりやったりするわけですけども、はい、今回、東大生の振動エピソード、うん、マジですごい東大生を探していこうじゃないか、リアル東大王探しをね、はあ、今回やっていきたいなと思ってます。なるほどね、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。それでは行くぞ、リアル東大王探せ。わかって TV。 じゃあ東大生の方見つけました、はい、今回なんですけども、はい、リアル東大王を探せって言われてまして、東大の振動エピソード俺すごいぞみたいな話ちょっと聞きたいんですけども、小学生の時に、はい、貼り紙みたいなのあるじゃないですか、保育園とか、はいはいはい、あ、はいはいはい、それをなんか全部暗記してやって言われて、お1分ぐらいでその文章全部暗記して、お瞬間記憶能力がある。じゃあ結構国旗とかも覚えてたタイプじゃん、もしかして。あ、僕興味ないんですよ。大阪から来てるんで関東の県の位置分かってないんですよ。いやいや、小4で習うよ都道府県、ね、周りの振動エピソード聞きましょうか。確かにね、テニサーとか入ってるやつが全然勉強してないんですよ。おい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 、全然勉強してへんのに、僕みたいなコツコツ真面目に第二外国語勉強してるやつと同じような点数取ってきて、お違うんやな。なるほどね。出身高校どこなの？大阪の天王寺。あ、公立の星ですね。はい、天王寺でもやっぱ通用せえへんねや。なんかあの先輩に、天王寺って中の下だよね、いや、そうだよ、やば、大阪の2番目よ、ね。わかって TV シーズン2、東大合格した飯田が現れました。おー、ほんまに東大やっぱ通ってんねやね、ちゃんとね。通ってます、それはもちろん。ミスター東大にも出てるし。あー、そうなんですよ、立候補させていただいてるんで。すごい、それだけひらがないとも飯田。今回なんですけども、はい、リアル東大王探しっていう企画をやってまして、うん、はいはい、あ、東大王さんとかいましたよ。東大王出てるあのめっちゃ可愛い女の子、うん、いや、本当の東大王さん。本当の東大王、リアル東大王。ちゃうちゃう。まあまあそれ置いといて、はい、すごい振動の人やったりとか、まあ、神脳と呼ばれる人やったりとか、そういう人っているわけじゃないですか。いますね。無限にいます。無限に、無限にいます。話聞かせてよ。どんなすごいやつがいたの？東大受験の前に、スタンフォード大学に受かってるのに、半年間暇だから東大受験して受かっちゃってるみたいな。リアルスタンフォードが認めた再演やん。いや、本当ですよ。本当にいるんですよ。さっきまで一緒にいた友達なんですけど、はいはいはい、本当はドイツの大学で理系のこと学びたかったんだけど、コロナ禍でダメだから、しょうがなく文系で東大に来てる。東大が滑り止め？そうなんですよ。ちょっと待ってくれよ。すげえな、それ。東大の収まらないんだね、みんなね。そうか、海外さらに上に行っちゃう。飯田が、ミスター東大になったら、うん、東大王みたいなもんやもんな。東大の王やから。なるほどね。なりたいんでお願いします。頑張れ、リーダー。ねえ、ちょっと応援してるわ。ありがとうございます。じゃあ、東大のごつい方見つけました。はい。今回、リアル東大王探しって企画をやってて、東大の賢い人を探してるんですよ。うん、なんかありますか？だから子供の頃の振動エピソードとか、PR とか。いや、ないっす。なんかないです、ゴリーさん。いや、ないっすね。ほんまに。あら。でも、東大が周りがすごすぎてってことやね。自分がちょっと言いづらいみたいな。まあそうね、じゃあ、周りの振動エピソード聞きましょう。はい。一浪で東京医科歯科大学に入学して、はい。仮面の方に来て東大理三に受かったけど。学歴の黄金ルート。ね、寸大の時に、理三現役合格して、はい。模試の冊子とかに名前が載るのが気持ちよさすぎて、はい。あえて浪人してもう一回理三に来て、予備校の吉田沙織。やめろ。全然引退せえへん。結構メディアに出てる子いるんですけど、はいはいはい、その子で毎週休み時間に勉強してる言語が変わってて、ノルウェー語を見てて、ノルウェー北陸あ、じゃあ北欧だ。僕センターアッチリ100点なんで、はいはい、ノルウェーの海岸フィヨルドです。何か語喋れんねやろね。すごいな。いくつか7とか17、一人国連やん。東大生の方見つけました、はい、今回なんですけども、はい、リアル東大王探しっていう企画をやってまして、東大ですごい人の情報っていうのを集めてるんですけど、うん、まずなんかご自身で PR みたいなもらえないですかね。ラスト1週間前ぐらいまで勉強ほぼしてないですね。え ?1 時間ぐらいですかね、それまでは。え ?1 日1時間でラスト1週間だけ本気出して東大受かったってこと？そうですね。ええー、ちょっといや、今までの風味のあの頑張りちょっと流して。ちょっと1点でも多く取りたい。ほんまに、できることは全部やる。今回も、東大合格に向けて、12時間勉強生配信やっていきたいと思います。あー、くそー、受かると思ったのに。
めっちゃ頑張ったけど12時間配信とかさ1時間でよかったやんそうコツとかあんのなんか後輩とかに聞かれるんちゃう、うん、なんで先輩ちょうどよかったんですかセンスとノリですか一番嫌いなやつこれ結局ね勉強って才能なんやそうですノリですねやめて本当に真似する子いるからよくないよこれちゃんと勉強してね説得力ないじゃあ東大生2人組見つけました、はい、今回なんですけども、はい、リアル東大王探しって企画をやってまして、うん、東大の振動エピソードをちょっと集めてるんですよ、はい、お二人からまず聞いていきましょうかそうですね小学校1年生の、はい、小1、はい、クラスの一番最初の集まりみたいなのが、はいはいはい、校舎も見てる中で、はい、先生とのじゃんけんみたいな、はいはいはい、私何々出しますよっていうのを最初に言ってくれて、はいはいはい、じゃんけんするみたいな感じで、はいはいはい、僕はこの先生は絶対に嘘ついてくると思って、はい、裏を取り続けて一生太鼓で終わらなかったダイゴみたいなとこあんのかなメンタリストのダイゴね。なるほどね。弟松丸くん東大ですから。ああ、そうなのね。じゃあお兄さんは何かありますか、はい、中3の頃に成績が急上昇して、はい、でそこで先生に目つけられて、絶対に100点取れへんように、僕だけ新しく定期テストの問題を増やされたことはある。何それ気持ちいいな、それ。気持ちよかった。俺も中学で言われて。ねじゃあちょっと周りの振動エピソードを聞きましょうか。うん、はい。何かありますかありきたりですけど。おはいはい。なんか、一回見ただけで全部覚える人ってほんまいるやなって瞬間記憶ってやつですねほんまにやる人がいて、その子がたまたまプログラミングをしてた時に、はいはいはい、1個覚えて応用させて次のやつを成功させるっていうのを間近で見てあこの人ってほんまにいるんやっていうのを気づきましたすごいね映像記憶みたいなことやはぁお前もエッだったらよく記憶してるけどもうあの時にあのセリフからの、うん、まずあそこを攻めてやかましいおそんなに覚えてたお兄さんいますかなんか東大入ってビビった天才、うん、なんかクラスに情報オリンピックのあ情報オリンピック日本代表やってる人がいてちょっと調べてみたらめちゃくちゃすごい経歴やったっていうのがなんかどんな系で情報オリンピック以外になんかアメリカのセキュリティープログラムの大会でトップかその人ペンタゴンと入れるんじゃないもしかしたらハッキングできるんじゃないもしかしたら国防総省ね国防総省ね、はいじゃあ、東大の男の子を見つけました、はい、今回なんですけども、うん、リアル東大を探しという企画をやってまして、はい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 、東大の、まあ、賢い人エピソードを集めてるんですけども、はい、自分賢いアピールとかなんかそういうのないですか、うん、ちょっとそんなすごくないんですけど、はいはいまあ、夏の東進の東大模試で、まあ、一応文化祭で1位取ってるあれた模試主席ってこと模試主席おおすごい東進の模試ってのがちょっと情けないそうそうまあダメですすごいですすごいですみんな受けますから、はい、でもまあ余裕で合格みたいなことなんですか数学勉強がなくても受かってましたねええ数学が賞味25点なんですよ数学25点やなっていじられるんですけど、うんまあ、数学なくても受かってるからって言えるっていうそれぐらいですかねかっけーじゃあ友達のエピソードそうね、うん、まあそうですね、まあはい、僕小学校からずっと大学まで一緒やった友達がいるんですけど、はいはいはい、彼すごくて本当に、はいはいはい、一番すごいなって思ったのは小学生の時に俺国名と首都覚えてんなって言われておお有名なとこ覚えてると思うじゃないですかはいはいはいセントヴィンセントグレナディン諸島とか言ったらそこの首都覚えるんですよ理由が何かって言ったら、はい、彼地理が好きとかって全然なくて、はい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 、暇やったって暇すぎて世界の国として全部覚えたやつおるもう一個中学の時にまだまだ出てくる中学の時に今度は何覚えたんかって聞いたら、うん、100までの番号を言ってみて言われて、はいはいはい、それに値する原子を答えるってなんで覚えたんって聞いたら、はい、科学とかで使うからかなって思ったんですけど、はいもう暇やったから暇やったから地図を首都覚えて暇やったから原子番号覚える5人目に抱いた女日本女子大学の綾野ちゃん17人目に抱いた女17人目早稲田大学のキーちゃんはい、セッ周期表覚えてますやめろお前じゃあ、東大の男の子見つけました、うん、今回なんですけども、うん、東大の賢いエピソードを集めてるんですけども、うん、自分の賢い自慢とかなんかありますか大外国語はいはいはい中国語なんですおお中国語出ました中国検定っていうのがはいはいはい大体学んなんでか3ヶ月ぐらいで、はいまあ、4級なんですけど、はいはい、200分の192点です。おお、まあ。中国語といえばビーヤマですから、はい、現地行ってますから。そうですね。ビーヤマは中国語どんな腕前なの？ちょっと聞きたい。俺は、はい、ニハオ。ニハオ。ニジャオシマミズ。あー、ニトンのありややばいおーおー、友達倒したじゃあ、来たあと僕、この前、プラスの検定の2級も受けて、ま、え、そっちすごいじゃん100分の90はい、え、で、受かったあ、受かりましたうわ、めっちゃ言語を広めていくやん趣味が言語なんだ趣味言語何カ国語今、日常会話とかやっていけるの日本語、英語、フランス語、中国語、うん、ヘブライ語とヘブライ語出たこれは、はい、僕センター地理100点、はいはい、出ましたはいイスラエル、ユダヤ人の言葉です。おー、なるほどね。え、なんでヘブライ語学ぼうと思ったの？違う文字の言語を学ぶのがすごい好きで。
学び始めたのが高校2年生の時、はい、うん、ちょっと待ってくれよ、早めですね、はい、でも受験で1回やめちゃって、はいはい、そこでこうやっぱ落ちちゃったんで、はいはい、とりあえずもう1回頑張ろうかなと思って学びが止まらない、すごいな学びの永久期間や、やめろお前ちょっと休憩中の東大生2人が見つけました、はい、でなんかね、うん、話聞くところによると、はい、お兄さん、はい、過去ね若手に出たことがあるみたいな、おえ何の回やったっけ、高学歴マザコンセントなんか衝撃的なエピソードあったな、なんか、うん、お母さんに耳掃除してもらってるみたいな、そう、耳かきしてもらってまだ耳掃除してもらってんの、あ、もうありや、まさか、恥ずかしかった、はい、今回ですけど、リアル東大王探しという企画をやってまして、はい、東大の賢いエピソードを今ちょっと探してるところなんですけども、うんうん、なんか浪人してた時に、うん、その東大専門校舎みたいなとこで、推しのその校内順位みたいのが1位だったこと、はい、おつぶやん、やめろお前お姉さんはどうですか、はい、ちょっと賢い自慢みたいな、中2ぐらいです、中2、うん、英検の順位級、中2で順位1総計よりむずいですから中2で早稲田の英語は多分読めてた、読めてると思いますねすごいわ前の東大生ですごい人っていなかったっけ、体育取ってたんです、はい、はい、体育の授業で取ってる子の中で、はい、東大王の子がいて、東大王の子が、本物、気づかなくて最初、はいはいはい、で気づいた時すごいびっくりしました、俺東大王だよって言ってた、言った自分でキモいわ、東大王なんだよねキモいわお前それえ、ちなみにまあこれ言っても大丈夫だと思うんですけど、誰ですか、後藤くん、あ、後藤くんね、あ、はい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 、東大王の子ってやっぱオーラとかあるんですか、いやでも私気づかなかった確か気づいてないからねおい後藤、オーラないなやめろお前その枠変わってもらえるか、当たったよお前、もう無理だわ、東大じゃ無理、東大じゃ無理だよ、東大落ち無理、無理ですそうなの、やめてください、というわけで、リアル東大王探しやってきました、はい、マジでやっぱすごかったね、いやすごかったね、東大の上の方はやっぱ海外の大学目指したりとか、はい、言語すごかったり、はい、瞬間記憶能力、理系的な力、はい、オリンピック、はい、めちゃめちゃすごいですね、そうですね、やっぱ模試とかもすごい人いましたしね、はい、はい、これからもね、東大王にも出る人いるんじゃないかと思って、あ、なるほどなるほど、はい、楽しみにしたいですね、はい、もうクイズだけじゃなくてもうリアル東大王、うん、はい、たくさん見つけちゃいましたね、もういろんな人がもうリアル東大王でした、ね、はい、はい、やばかったです、はい、皆さんチャンネル登録、高評価、誰か Twitter とインスタグラムも絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺で。バイ。